6月30日の今日は1年の折り返し地点です。札幌の北海道神宮では1年の前半の厄を払い、残り半年間の無病息災を祈願する神事、血の輪くぐりが行われています。快晴となった今日、日傘を差した参拝者も見られました。これから健康でいられることっていうのを思いながらくぐりました。新鮮な気持ちになれますね。今日の札幌の予想最高気温は31度と、今年初だった昨日に続き2日連続の真夏日となる予報です。道内の他の地域も高気圧の影響で日中は晴れやすく、熱中症には注意が必要です。